はい、こんにちは、ビッグボーイです。メトロ2033リラックス、続きやっていきます。前回ガスマスクをちょっと無駄に使っていたせいで、フィルターが空になってしまって、ちょっと詰まってしまったのっていう状態で、ちょっと前回の動画グダグダで終わっちゃったんですが、あれ以降なんとか、ポコラ一体の、空気清浄システムを起動させて、まあ、ガスマスクを取り外すことができたので、まあ、とりあえずそこから続けてプレイしていきたいと思います。ここで空気清浄システムを起動した。不用意にガスマスクを使うべきではないね。フィルターがすぐなくなっちゃう。やれ、起動させろ。無理だ。もう一度。絶対に無理だ。そう。いいぞ。まるでソビエト連邦を描いたハリウッド映画だな。よし、アジョン、移動するぞ。機械いじりは終わりだ。制御センターに行き、施設を稼働状態に復旧させる。もうすでにここは D6、昔やったというその伝説の司令部なんですが、もうこれまでで仲間も何人もやられてしまって、もう4人しかいないから、ちゃんとその犠牲に見合ったものがあるのかどうかと。行くぞ。やれやれ、わざわざ下まで降りていく手間が省けた。下は何か様子がおかしい。いろんなエリアの名前があるな。ウルバン、左に行け。アルトム、私を援護しろ。計画通りならあそこに行く必要があるな。だがどうやってこのゲートを開く？何か考えは、アルトム。このゲート、なんかボタンかなんかあるかな。あ、なんか開く。あ、フィルターだ。どうするか。なんかあるかな。なんかやってる。あ、動いた。あ、結局ミラーが解決しちゃう。ウルバン、行くぞ。なんかある。火があった。武器の弾がちょっと少ないんだよな。ここにも火ある。静かにしてもいいな。お、なんかすごいところ。司令部。ウルバン、扉を押さえたろ。ウラジミール、お前の専門だろう。何が必要だ。お待ちを。インストラクション A124 ページ3。ああ、パネル DS22。ああ、そうか。素晴らしい記憶力だ、ウラジミール。だから言ったろ、やりがいがあるとな。訓練がやっと役に立った。動いた。さて、これがハードウェアです。いいぞ。1番消えた。2番破壊された。3番、4番、5番、8番、10番。そんなバカな。これだ。これで情報全部。なあ、あれ、何が起こった。予備のバッテリー切れです。主電源はどうだ。その、どうやら原子炉は停止してるようです。ここからじゃ起動は無理です。再加速から手動で起動しなければなりません。あ、敵が出そう。そう難しくありません。ほぼ全自動化されています。へへ , 笑うのをよせ。どうやって降りる。うん、
下の階にエレベーターがあります。ただ少し問題が、動かすには全てのスイッチを切らないといけません。緊急用の照明もです。ならば他に選択肢はない。やれ、ウラジミール、ここでデータを見ていてくれ。すぐ戻る。アルチョム、ウルマン、ついてこい。よし、もう一回 電力を供給しないと。原子炉を制御室移動する。プレッシャー、なんだこれ。お、え、何今の。そう簡単にいかんと分かっていたんだが、グズグズしてると奴らが来る。ウルマン、計画変更だ。お前はウラジミールとここを死守しろ。何か起こったらアルチョムを向かわせる。みんな幸運を。みんな別れていくのか。とりあえず未来についていこう。お、さらに下へ。あ、もしかしてガスマスクがいる感じか。そこら中にへばりついてやがる。え、なんだこりゃ。ガスマスク。7分も持つならきっといけるべ。気持ち悪い。ガスマスクは注意して使っていこう。もしくは多少こうやって外しつつもできるけど。お、フィルター、ありがたい。エレベーターはあっちだ。だが扉がロックされてる。迂回しよう。慎重に進め。お互いにカバー。よし、なんだこりゃ。よっ、あ、出てくるのかこれ。これ、かかってきやがれこの野郎。レーザー銃。こっちだ、上がってこい。わ、バリバリ出てくんな。ミラーが倒してくれちゃうな。もっと暗いやがれ。リロード、遅い遅い。ミラー撃ちすぎだろ。よし、トロフィーゲット。ミラー、君に決めた。よし、エレベーター、フィルター交換。なんかこっちにありそうだけど、なんもない。てか誰の声。あ、ウルマンか。エレベーターの配電盤から信号を受信中。スイッチを入れます。乗りましょう。見えない監視者。こんな状況でそんなデタラメ、よく信じられるな。大佐、原子炉がある部屋。あ、さらに下り。制御室の左、中央部にメインの原子炉があります。エレベーターで地下に降り、そこからは階段を登らないといけません。大きなレバーで配電盤を起動してください。その後指示を出します。なんてこった。腐ったれ。え、なんか、うわ、やだ、なんじゃこりゃ。ついことになるぞ。すでにまずい。床のあれには毒があるに違いない。そして落ち
次はガスだ。うえ、あまり長くはいられん。いやだ、汚い。ってこれどうすりゃいいの、これ。どうだ、お前にできるだろ。いいぞ、うわうわ、これを若く染めてやれ。毒か。なあ、いろんな場所で散々人目にやってきたが、こいつは桁外れだな。これ、うわ、しょこり、あ、解放射器、弾がまずいな。ちょっとフィルター交換、フィルターもまずいな。レーザー銃全部使っちゃおう。あ、なんか入ってそう。フィルター、階段があった。アルフ、正直に言おう、私は今おじけづいている。バカに急ごう、この光景を吐き出せ。あ、ロッカーたくさんある。お、新しいガスマスクにフィルターもついてる。これか。思った通りだ。システムは自動化されています。コマンドを入力する。うえ。おいおい、簡単に言うんじゃない。こんなハメになるとは考えてなかった。よし、原子炉起動装置。1、2、3、4。簡単そうだ。バカでも使えるように作ったんだろう。成功を祈ってみよう。大丈夫な。 25% まで稼働、フルパワーになるまで続けてください。くそ、仕方ない、他に手がないんだ。行くぞ、2番のスイッチだ。う、一体あれは何だ。なんじゃ、反撃してきやがる。状況が次第に悪化していくぞ。手動起動システムだと。くそ、アルチョブ、耳を疑うと思うが、やってほしいことがある。天井のクレーンが見える。やってほしいこと。機械室に行け。補足機能を持つあの予備起動システムを使えば、ロッドを持ち上げられるはずだ。私が敵を引きつけている隙に、あそこに移動しよう。じゃあ行くぞ。今しかない。え、よし、ダッシュ。うお、え、なんかゲット。うい、なんか食らった。上行く。これか。なんか地上が核の嵐に包まれて、なんか地下は大変なことになってるけど、クレーン動かす。L2 と R2 でクレーン操作。とりあえずどうしたらいいんだ、この。接触ゾーンに到達。クレーンが降りない。あ、同時押しで降りるのか。同時押しで降ろして。よし、一つロッド除去、後ろのやつ除去しよう。接触ゾーンに到達。12、ロッドを除去中。よし、あと一つ。そう、ガラスが割れてきてる。早くしないと。よし、やばい、割られる。降りて降りて降りて。12、ロッドを除去中。ノー、
ふ、戻りたいんだけど。どこ？そっち。あ、なんか緑に映ってるところあるな。手前でもよかったかな。クレンズ操作終了。よし、まだ電力がダメか。日記があった。ガスマスク。エレベーターは駅へ直結してます。現在全装置が使用可能です。とりあえずはですが、合流地点へ戻ってください。ウルマンからプレゼントがあります。オスタン機のテレビ塔へ移動してサリュードシステムを設置する。我々の遺産、そして未来、ここにどれほどの力があるか。これがあれば我々は再び地球を支配できる。ネズミのような生活ともおさらばだ。この兵器で空と太陽を取り戻し、地中から這い出る。街を立て直し、メトロのトンネルに再び光り輝く列車を走らせる。すべてを取り戻す。すべてを。教えてください、大佐。ヒーローになるのは簡単ですか？冗談はもうたくさんだ。あそこの奴らを見てから言え。本題に入ろう。アルチョムと私はオスタン機のに向かい狙いを定める。ウラジミール、お前はここに残れ。見込みがあるかわからんが、仲間に連絡を取って島周辺に応援を要請しろ。後で連絡を入れる。問題ないか？ん？よし。あ、なんか取れた。今後。なんだ今の。なんか拾っちゃった。ここはミラーと一緒に別行動。ウラジミルにはここに残ってもらう。とんでもない世界の作り、誰も気にかけなどしない。ミラーと僕はホロレフホールを目指しトンネルを上がっていった。オスタン機のテレビ塔はもう近い。極寒の路上で他のレンジャーと合流した。物語の最初に登場したあの血みどろの激戦を戦うために。あれ、このあのプロローグの時になんか塔みたいの見えたけど、そろそろプロローグのシーンが出るんじゃないかな。第7章テレビ塔。ああ、ほら、ここプロローグで見た。あ、で、なんかいる。どうも大佐。今の聞こえたか？ほら、ありゃなんだ。この後モンスターに陣形を整えろ。モンスターにアルチョムさらわれるんじゃない？ノサリスの大群。からファイヤー一体治療。ほら、燃えろ。
デーモン。あれデーモン。あほ。え、あれ。ミラー、あれ、プロローグとちょっとシーンが変わってる。連れ去られなかった。リロード。テレビ塔に行かないと。リロード。あ、デーモンも飛んでる。ショットがやっぱ強いな。リロード。血が汚い。入れて入れて、フィルター交換。いて、ちょっと待って、治療。これ使っちゃおう。よし、ゴーゴーゴー。アルジョン、あの部屋を調べてくる。あとちょっと。お、ロッカーある。たまった。ガスマスク新しいのがあったけど、交換。開いてて。物色中にちょっとやめてくれ。ほら、見てて。よし、ゴー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 。よし、エレベーター。そう、てっぺんへの道、永遠の楽天かだ。ミラ、言うのは簡単だ。どうやって登る。よし、考えのある。エレベーターの天井裏に上がれ。カウンターウェイトのストッパーを外してみよう。あ、これでなんか服かなんかつけて上にブーンっていう感じかな。よっ。ちょっと大丈夫か、この方まで。飛び降りないと。おお、音が怖い。おっ、ね、ん、どこ。あ、高い。大丈夫か、アルジョン。素晴らしい。あ、危ない危ない。我々は聞こえるが、我々は途端のない上部は雲で覆われている。これから上に向かう。おお、あ、一気。今から
でも隠れたい隠れたい、えてえてちょっと待って、あっ死んでしまった。じゃ切りがいいから今回ここまでしようかな。テレビ東映まで来てプロローグのシーンも終えたので、もう結構終盤に近いと思います。じゃあまた次回続きやっていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。